ここがね、え、どういうことってね、ちょっと戸惑ってしまう部分なんですね。はいたーい、アハゴン、あずさやびー。さあ、今日のしまくつま講座は、方角について学んでいきますよ。方角を表す言葉、まあ日本語では、東西南北と表現しますが、これね、しまくつばだと、ガラリと変わるんです。もう早速出しちゃいましょう。東西南北、しまくつばではこのように表現します。じゃん！はい、これがしまくつばで表す方角です。東は上がり、西は入り、北は西、南は増え、生えと読みます。でね、これなぜこのように表現するかというと、ちゃんとね、意味があるんですよ。一つずつ見ていきたいと思います。まずは、上がりと入りから見ていきましょう。こちらはですね、太陽の動きが大きく関係しているんですね。太陽は東から昇って西に沈みます。東から上がって日の入りは西。この太陽の動きから東は上がり、西は入りと表現します。今でもね、この上がりと入りはね、使われているんですよ。例えば、沖縄でメガネ屋さんといえば、上がり絵メガネ。この上がり絵というのもね、東に絵と書いて上がり絵と読むんです。あとですね、首里城の入りのあざなというね、ところがあります。この入りのあざなも、西のあざなと書いて入りのあざなと読むんです。ここまでは、あ、なるほどとね、すっと入ってくるところだと思うんですが、続いて、北と南見ていきましょう。ここがね、え、どういうことってね、ちょっと戸惑ってしまう部分なんですね。しまくつばでは、日本語で言う北のことを西、南のことを平、もしくは晴れと表現します。特にね、この西、まあ、日本語で表すと北、これ難しいですよね。なんで北なのに西って読むのって、ここが一番混乱するとこだと思うんですよ。この西に関しては、いにしえという言葉から来ているんじゃないかと言われているんです。いにしえ、まあ、昔の昔ですね。このいにしえという、 こう時間をですね、空間に少し転用して考えてみましょう。昔、いにしえという時間を空間に転用すると、まあ、昔いた場所とかね、昔住んでいたところ、これをもうちょっと言い換えていくと、現住地という風に表現することができます。沖縄の北、つまり西に住んでいた人が、どんどん南の方に降りてきて、渡来したことから、北のことを西と呼ぶようになったんじゃないかと言われてるんですね。これつまりどういうことかというと、ヤマトの民族の一部が南の方に降りてきて住んだ。これが琉球の人たちの祖先になっているんじゃないかという話なんです。これですね、沖縄学の父と言われているイハフユも話しているんですが、まあ、日流同祖論につながってくるんですね。ただこれは諸説ある中の一つなので、これがね、正式な理由だよっていうことは言えないんですけれども、こういうことももしかしたら関係しているんじゃないかと言われています。あとですね、これ面白いなぁと思ったのが、根高研修というね、古い琉球語の辞典があるんですね。この根高研修によると、今の読谷村、これをですね、昔はユンタン座と呼んでいました。で、このユンタン座のことを別名、ウフニシというふうにも呼んでいたそうなんです。このウフニシ、ウフというのは大きいという字を書きます。これはつまり、まあ、当時ね、琉球王国ですから、琉球王国時代、王都は首里にあります。この首里を起点としてユンタン座を見ると、西、つまり北の方に見えることから、ユンタン座のことをウフニシと言っていたんじゃないかと、こちらも言われてるんです。これ面白いですよね。なるほどと私思いました。そして最後もう一つ見ていきましょう。最後は南、これはフェー、ハエとしまくつばでは読みます。これはね、今でもね、沖縄の地名に使われているんですよ。例えばハエバル、南の風の腹と書いてハエバルと読みます。あとはですね、八千文通りにありますフェーヌ釜という釜があるんです。大きい釜があって、これはね、南の釜と書いてフェーヌ釜と読むんです。こういったところから今でもフェーとかハエっていう言葉は使われています。じゃあなんで南のことをフェー、ハエって言うようになったかというと、古くから季節風、南風のことを当時のね、琉球の人たちは
ハエというふうに読んでいたそうです。これがそのまま転用されて南のことをハエ、もしくはこのハエという言葉が少しずつこう変化していってフェーというふうにもね呼ぶようになったんじゃないかと言われています。シマクトバでね東西南北表現するときは太陽の動きだったり風の動きだったりそういったところがこの言葉にね関係してるんですね。ちょっとね混乱して覚えにくいところもあると思います。で特に北ね、これ西に関してはね間違いやすいので要注意です。西に関しては難しいんです。例えば、私が今那覇にいたとします。こう那覇から見てチラミ水族館マーヤがって聞いたとしますね。それに対して相手が、那覇からだったらここ西ちゃんまっすぐどうって言われた時に、ああ西にまっすぐ進めばいいんだ、西の方角に行けばいいんだ、え、この西って日本語での西なのか、それともシマクトバでの西、つまり北を表しているのかってね、ちょっと混乱一瞬しがちなんですよね。ここがちょっと難しい部分なので、シマクトバでは北のことを西って言うんだっていうことをねぜひ覚えてほしいなと思います。いや、そうそう、はい、今週の動画は以上になります。グネ動画、一平上等やすさ、無糖や、グッドボタン、チャンネル登録も、ゆたしく、海芸サビラ、Twitter とノートもやっております。こちらはですね、概要欄に貼っておきますので、チェック、ゆたしくです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、一平二平でビタン、またやったー。